スクエニックチャンネル。はい、どうも、安本ひでございます。えっ、ー、とですね、もう、今日二十八日ですけれども。まあ、ちょっと鳥の都合で、こうなってしまうのでね、ちょっと、この、こういう乱暴な言葉で申し訳ございませんが。さしてほしいんですが。ええー、私も三十六目前なんですが、コンマスさんにもですね、たくさんバレンタインのチョコとかいただいたんですよ、事務所に。 でも全部食べたら僕あの何て言うんですかね血糖値的なやつがあのえらいことになっちゃってあのだもう体がダメになるんで。 ちょっとずつ食べてみたいとかあとは事務所のスタッフとみんなで一緒に美味しく召し上がったりしましたので本当ありがとうございますあとお酒もいっぱいいただくんですが全部飲んだら僕あのそれまたあの違う尿酸値とかガマナンチャルとかがバーンってなるんでそちらの方もあの仲良く分けさせていただきましてあのみんなで楽しくいただきましてありがとうございますただですねちょっとあのいつもいつもプレゼント、ね、いっぱいもらうんで嬉しいなと思っている反面あの皆さん本当無理しないでくださいそしてですね あのなんでこんな話をですねあの自分のこんなとてもセルフィッシュな野郎だなと思いかもしれませんがちょっと聞いいてくださいよなんでこういうお話をするかというとそういったプレゼントを買っていただくのはとてもうれしいんですがどちらかといえばですね僕らが出ている作品の DVD とか あとはスクエアエニックスのゲームとかそういうのを買ってですね <laughs> それの感想のメールとかこういうの面白かったよとかいうお手紙とかを事務所に送っていただけたど十分だったりするんで皆さんのお財布とかを本当にね僕らのおかげであの圧迫してたら嫌だなと思うので本当に皆さんが自分でこいつやりたいこういうの楽しみたいと思うものを最優先にしてくださいでお金が余ってしょうがないぜ超金使いてえっていう稀有な方だけあの,のを買って送ってくださいそんな感じでいいので本当ねあの我々の商売あの DVD 売れなきゃやっぱ大変ですから ぜぜひぜひそういったお金はそちらの方に回していただけると嬉しいなと思っておりますでも気持ちはとても届いてるしついてきた手紙とか全部読みました本当ありがとうございますいつもおじさん頑張っていきますんで今週も頑張っていきますよじゃあいこうスクワイニックスの最新情報やここでしか聞けない話などをお届けしていくウェブラジオ番組略してスケニちゃんあ略してってあのスクワイニックスチャンネル略してスケニちゃんね今回の特集は銀河系メカビ少女と異形生物の壮絶な戦いを描いたスマホ向けカード RPG「ギャラクシーダンジョン」 そしてあそうだ西飛鳥のコーナーナでは再び音楽ものにチャレンジ再びっていうかもうなんかもう音楽ばっかやってる気がしますね最近自分のコーナーなどで使うジングルを作曲して披露します今回はプロトタイプということでお届けしますがこれの是非によってはですねあのもっと全部の全部の曲を西によってやってもらうかもしれませんダメだったらもうなかったことにしますというわけで今回の「スカイニ n i チャンネルも最後までよろしくこの番組はスカイニックスの提供でお送りします Time to... 安本きがお届けしているすくえにちゃん一緒にお送りするのは相棒ちゃんの件ですどう,どうも皆様安本さんもね冒頭でおっしゃってましたが、はい、え本当にいろいろな贈り物とかお手紙とかお花とか本当にどうもありがとうございます本本当にいつもいう本当ににいいいつもいつもどうもう、ね、ありがとうございます、ね、それを肩に頑張って生きてますけどもこの前ね、うん、あのー、僕が好きなお笑いの方が出てるね<お>バラエティー見ててねそこで京都旅行とか行ってたんですよその方々が。でなんか美味しいおいし お茶屋さんかなんかに、うん、あの来てで店員さんが気を使ってねあのお茶飲んでってくださいなんていうのを見ててはいなんつって、うん、で、あのー、長い子みたいなのをこう店員さんが出してきて、ね、みんなそこにあの座ったんですよ<ー>そしたら店員さんが「あそれ椅子じゃないですテーブルです」みたいなことを言うから「うん、えなんでなんで?」みたいな、うん、ここになんか朝縄を巻いたなんかクッションみたいなやつが置いてあったからそれを椅子だと思ったんですけど、うん、どうやらそれはランチョンマットだったらしくあ、はい、後から椅子出そう と思ってたんですよ的なことになって、うん、紛らわしいランチョンマットだなみたいなことを出せたんですよ紛らわしいランチョンマットね、紛らわしいランチョンもうギャラギャラギャラい。ャラギい、ラもういい<だ>もういい <laughs> もういいケン君もういい,もうい,い <laughs> どうすか今日ケン君もういいからど,どうすか今日のちょっと先にメールを読みたいと思います <laughs> 捨てられたチャンネームソーラーの千歳さん安本さんによるケンさんの呼び込み案 けんさん、呼ん呼び込むと、こういうのがいいんじゃないって。お、お。俺は呪いに起こされている。女が群がる呪いにな。で、おなじみの件です。こら。<laughs> こらこら。出てくるか。<laughs> レベル九十九の女選手も、俺の前では。いろんな意味でスライムだ。で、おなじみの。どんな意味だよ。どんな意味ですか、それ。パーティーに女性は加えないんです。俺が魔王になっちゃうから。 <laughs> で、おなじみのケンでーすっていうのを送ってくださった方が、ね、ひでえけどありがとうで,で空の千歳さん多分これちょっとハマってんですねこれまたもう一個送ってくれました、はい、えー、あれですね女が俺の前に立つとみんなメダパニ状態になっちゃうんですよなんでですかねでおなじみのケンでーすちょっと待ってなんかミスターさんみたいなことになってきてるよ <laughs> これいう感じで出てくるか女性の皆さん流行り病には気をつけてくださいね特にケンフルエンザ恋型には <laughs>

いやあありがとうございますでもこれはもう今日のあのステージも確定ですこれ <laughs> いやー今度ねじゃあそれでいきましょうか <laughs> はい、こんなね話をしてられたらあのゲストの方がなんだこの番組って感じこっちをみつめて <laughs> すみませんなんかものすごく置いてってしまって申し訳なかったですけどもあのじゃあ,あの女が群がる呪いにあの犯されてるケンさんはいあのちょっと他に放してくださいわかりました <laughs> 犯されているケンさんいきます <laughs> <laughs> ゲストはクエに開発から鈴木宏樹プロデューサーギャラクシーダンジョンでございますようこそはじめましてはじめましてすいませんなんかもう訳のわからないオープニングトークで申し訳ございませんケンがちょっとハンサムすぎるんじゃねえかってことがちょっと話題沸騰でございます話題沸騰じゃねえしこれをなんとかハンサムすぎるままでいたらもう闇じゃないかとこれ逆に面白くできねえかなっつうことでこんな感じになってきましたここれはしばらくのメールますよできる限り読んでいきたいと思いますありがとうございます あま,まあそんなハンサムなケンタのただのヒゲの康本がやってるんですがはい、はい、<laughs> 鈴木さんで僕たちは初めてですよね <laughs> そ,す <laughs> そうですねこの番組とか他アニメとかで声はお聞きいしたことであ,ありがとうございます樋お会いするのは初めてですねようこそようこそさあそんな鈴木さんが今日来てくださったのはスマホ向けカード RPG ギャラクシーダンジョンの宣伝でございます、はい がまあ、こちらもスマホ向けの,あのまあソーシャルゲームといえばソーシャルゲームですけど、まあ、ゲームじゃないですかまず最初にゲームのお話聞きたいんですけども、はい、自分がまあ今,今携わってるのはこちらのゲームですが、はい、関わったゲーム以外でこれ好きだなとかいうゲームってありますそうですね最近だとスマホのゲームを遊ぶことが多いんですけど研究とかもありますもんねんまあそうですね単純に面白いなと思うのがにゃんこ大戦争っていう iPhone アプリがあるんですけどにゃんこ大戦争何<お>でいい声で言った <laughs> どんんなな感じの大戦争ですかあの横スクロールのストラテジーゲームなんですけど昔からあのガラケーとかではあるゲームなんですけど、うん、前から好きで iPhone になってより面白くなってシンプルど,どこまでもシンプルなゲームってそんな、ねね、キャラクターがにゃんこそうですちょっと緩めの猫。 はいキカワのニャんコがたくさん,ん出てくるゲームにハマっていらっしゃる鈴木さんこちらのギャラクシー・ダンジョンはカワの女の子ってわけじゃないですよ、ね。それってちょっとちゃんとかわいい、ね、そうですねかわいい女の子のみですよ、ね、ですよねキモの部分ないです安心しました安心しましたさあ <laughs> そんな肝の部分がないスマホ向けカード RPG ギャラクシー・ダンジョンどんなゲームなのか説明してくださいはい 広大な宇宙を舞台に繰り広げられる銀河系メカ美少女と異形生物との壮絶な戦いを描いたカードバトル RPG 宇宙へと進出した人類の前に現れた謎の生物群異形生物人類を無差別に襲う彼らに対抗するべく対異形生物決戦兵器アルコンで武装した少女たちを育成しながらさまざまなミッションやバトルイベントをこなしていきます 仲間となる銀河系メカ美少女カードは300枚以上迫力満点の 3D グラフィックで展開するボスバトルマイページのカスタマイズ一方通行ではないダンジョン探索などこれまでにはない要素が満載ですなるほどといったゲームなんですがまあカードゲームで結構カードを集めていくような、うんはい、タイプのゲームだとはさっきちょっと見せていただいたんですけども、うんまあ、そういうゲームってたくさんあるじゃないですか、えー、だとしたらこのゲームの,あの個性 というやっぱ皆さんにお伝えした方がいいと思うんですけど、はい、ここだぜっていうのはありますかこれはやっぱりスマートフォンならではのゲームというのを目指してたので、はい、あの主人公として選んだキャラが 3D で動いたりですとかちょっとしたあの今までの。 カード集めて終わりというゲームではなくてお遊びの要素っていうのはありますねおお遊びの要素今 3D とおっしゃいましたけどまあミリオンアーサーとかも 3D で最後の戦闘ところにちょっとあったりですけどグラビックかこういうこと言ったら申し訳ないかもしれないけどグラフィックがめっちゃ綺麗でしたねそうですごかった超かっこよかったでもソーシャルゲームでそういう意味でやってくれるのってあんまないからやっぱそれはゲーム会社が作ってるなと思ったからいいですねですねそうですね なんかあまり聞いたことがない響きなんですけれども、はい、こちらをメインにした理由っていうのはあるんですか、まあ、要は可愛い子が好きなんでしょうけどもともと SF とか宇宙とかが好きだっていうところから来てるんですけど例えば武装した女の子とかって、うん、あの戦いっていうか背景にあるドラマが気になるしはい、はい、魅力的じゃないですかそれがあの宇宙っていう壮大な舞台と合うかなと思ってですねうん、うん、これを企画したっていう感じですね。5人のなんか理由とかかあるんですかあの 個体数というか五人そうですねなんか戦うってなると戦隊ものみたいなイメージをしてたんですよそれでまあ五人がよかろうとほうほうセンターが真ん中に来るしっていうのもありつつメインキャラクターは五人とゲームの流れこちらの方教えていただきたいんですけれどもはいゲームの流れとしてはですね惑星を探査して進んでですね敵に当たればバトルになりますこの探査の動きも僕何個かゲームやったことありますけど結構あの 今までのってもうボタンで進む進む進むで A は6に変わらないだとかちょっとすごろく的なマップがあったりとかしてそうですね一方通行ではなくて好きなところに行けるよっていうまあ新しい要素といえば新しい要素ですかね要はロールプレイングゲームでフィールドを歩いてるみたいなことですよねはいそうですでそこで敵にぶつかったらバトルがあるとそのバトルっていうのはそのカードで今まで自分たち集めた女の子たちギャルギャルムムンカードギャルギャルムンムン SF カードで戦うわけですよねそれ 名称じゃないよね <laughs> <laughs> ギよルギるルるモ SF カードは当然カードカードの個性もあるんですよね <laughs> はいありますなんかあの攻撃型とかほそうほ補助型とか回復型とかそう,、ね、そういうのをいろいろ組み合わせて自分でデッキを組んで戦うと、はい、またデッキの置いてる位置とかで効果が変わったりするのでそういうのもためにいるの,のと応援にのでまた違うとかそうですねなるほどなるほど、うん、そこら辺も個性だとなるほどでまあ 普通にバトル、普通の雑魚キャラを倒すと、まあ、要は倒すと、なんかいろいろある。ね、そうですね。経験値やら、お金やらっていう。そして、ディアブロ。はい。探査時にディアブロが出現する場合。はい。このディアブロっていうのは、まあ、簡単に言うと、ちょっと強いやつと思えばいいですか。そうですね。凶暴な、なんか、ボスモンスター的な。 設定的ににははこの子は何になるんですかディアブロっていう,のはいうのお話の中でのお話の中では、はい、まあ突然暴れ出す異常生物っていう、まあ、大きいみんなで倒そうっていうボスになるんですねど,ど人の力で勝てそうもないような<ー>それでこのディアブロっていうのが一人で倒すには大変だっていうのは分かるんですけど暴走っていうのがあったじゃないですかあれはどういうことなんですか あのー、例えば戦隊ものとかもそうですけど、はい、まあ敵が出てきてこう倒すと巨大化したりするじゃないですか、うん、ああ倒したと思いきやそのイメージですねははなるほど、うん、でこれは完全にグラフィックが違いましたねはいあのー ディアブロが暴走した時はまあカードの女の子たちじゃ手に負えないのでリーダーの主人公のキャラが出てそこで 3D のバトルに切り替わるカードの女の子たちとは違う位置に主人公いるんですねその最初見た5人のそうですそうです<の><ー>ほどなるほど。<ー>で,うで、ね、ってことはでもそのリーダーは毎回毎回自分で1人選ぶんですか、はい 選んでいるものがそのまま出るんですけど、あの変えることができますね。そうですね。あの、うん、ミリワーサーとかだと最初にも決めちまったらちょっと変えられないとかあったけど、えーはい、それが選べるとか。はい、途中でも変えられる。はい、変えられます。で、この三 D のバトルはその五人全部違うんですか。違いますね。お。お曲が違う？いえ曲は一緒なんですけど、<laughs> あのこの三 D のバトルってまあ見ているだけのバトルじゃなくて、うん、まああのタップして。 タップアクションがあってですねそれによって与えるダメージが変わったりするんですけどそのアクションの出方が違いますねああムービーとていうか動きが違うとかそのタップのポイントが違うそれが5種類あるとそうですなるほどそれがまたでもそれも立派な構成ですもんねなかなかソシャゲでそういうのはグラフィックとして見せるのはあったけど自分が介入するっていうのは技術界によって結構ダメージも変わったりするんですか変わりますからああそれは大事だでもそれ自分がやってる感があっていいなですね そのアルコンはあのいろんな種類があるんですかそれとも一人につき同じものを装備するそうですね今のところは一人一つとなってますが違うバージョンのも出したいなとは思う方法アップデートができますからね、うん、そうですね夢が広がりングですね盛り,盛り上がっていけゃいろんなことがあると、うん、そしてまあカードゲームですからカードですけどもはいこれカードイラストはいこれ大変だったんじゃないですかこの枚数の、ね、300以上ですからね娘この絵をこんだけ集めるっていうのは<笑><笑>

この子はですね、まあはん、ね、<laughs> そっち系が好きなんですね、はい、そうなんですねあそういうのもなんかあの書いてあるんですかこの子はこういう性格ですあのこれが今後出てきます今まだそういったところって希薄なんですけどほうほうちゃんと伝わるようには出てきますなるなど。なほどちょっと後ろが若干ファンネルみたいに見える<ー> <laughs> ね結構あっそうかそうかみんな若干メカメカしいものはやっぱ背負ってたりするんだそうですねあその辺もなるほどほ 緑色のの目でなるほど鈴木さん好みがい分ってきましたそうですねさあ他にもそうただのゲームじゃなくてこの俺ちょっと面白いと思ったのさっきダウンロードしてる時に漫画読めたじゃないですかでざっくりランダムで出てくるのかなと思ったら自分で選んで読むんですあれは僕のアイディアなんですけど例えば床屋とか行って待つのって暇じゃないですかそのまま待たずに本とか読むじゃないですかそんなようなイメージですねダウンロード 待ってるっててる暇じゃないですかうん、うん、することもないですし、うん、しかも結構な量ありましたねそうですねうん多分ダウンロード待ちでは読みきれないと思います、うん、お<う>、だだから独立しても読めるんですよねそうですそうです <laughs> <laughs> すごいサービス精神満点ですね,ね面白い面白い、うん、いいですねそして次のサブ要素自分の拠点のカスタマイズ拠点があるんですねはいあのまあ 自分の部屋ですね。<は>簡単に言うとラー,ーフのマリーみたいな感じで作れるわけですね。<laughs> <laughs> <laughs> まあ、壁紙変えたり、テーブル変えたりとか椅子に座れたりはしませんか？<laughs> そのうちできるようになると思いま <laughs> す。 いいろろそっちはでもそうかそれは自分で自分の庭として楽しんでいろいろ作れるとそれの家具とか壁紙ってもおっしゃいましたけどそれも相当の種類あるんですかそうですねこれからもどんどん増えますしです<笑><笑>これはでも興味あるな人によっちゃいろんなことできるでしょうからね、うん、クリアごとにスクラッチがあるっていうのははいあのー、クリアしてものをもらえるっていうのがよくあるパターンだと思うんですけどそこで あのもらえたりもらえなかったりより良いものがもらえたりっていう方が盛り上がるかなと思ってですねうん、うん、あざっくりランダムじゃなくてそこにももう一ゲーム要素をかませた、ね、あなるほどで班長ミニゲームこれは何に使うんですかこれあのー、探査中に、まあ、歩いてると、うん、まあえっ、ー、と長半ですとかスロットですとか、うん、ダーツとか、まあ、出てくるんですけど、うん、そこでまあいい点を出せるといいものがもらえるとあ,ーあ<の>カードだったりお金だったりっうそうですね これもどんどん増えてくるんですかミニゲームの。これ種類増やすのは結構しんどいんですけど、ただ増やしたいとは思ってますね。<あ>うん、でもいくつかまだゲームあるんですねこの短調以外にも。はい。はあはあはあ スマホの、ね、アプリでございますけれども他、うん、スマホだからこそこういうこともできたよとかスマホだけどこここだわったよみたいなポイントがあってスマートフォンのゲームなのでまずグラフィックとか音楽システムっていうのはこだわってますねうん、うん、特にあの音楽はですねヘッドホンでぜひ聴いていただきたいすごいますよ全然、うん、あの違うので聞こえない音が聞こえてきます。 ほうあ音質にもちゃんとこだわっているとそうですねうんグラフィックも最近はもう全部 HD っすもんねすごいですねだからみんな綺麗になってるし、うん、あそしてオープニングあムービーあるんですかオープニングはいオープニングのムービーがチュートリアルをクリアしたりすると流れたりするんですけどで主題歌があのフリップサイドさんが歌ってる「インフィニット・オービット」っていう曲で。 の業界もいくつかお世話になる方ですね、フリップサイドさん。昨年末にフリップサイドさんのアルバムが出たんですけど、そこに収録された曲です。インフィニット・オービット。なるほど、こいつがじゃあ、それに合わせてムービーが流れると。これはね、何気にちょっとしたこういうことだけど、なんか丁寧に作ってくれてる感じがして嬉しいよね。こういうのあったほうがいいと思う、俺も敵。他にもなにも、ここが押しだぜみたいなのもしあったら教えてください。 そうですねあのこれからもあのアップデート予定っていうのがたくさんあるのであのよりゲーム的な面白さっていうのを提供できるようになってくると思います、うん、例えば声が入ったりとかですねまあこれ入れてほしいでしょうな、うん、そのせっかくねーー 3D で戦うシーンもあるわけですからね、えー、それもアップデートで。<laughs> <laughs> でもそれができるのがソシャゲの強さですよね。そうですね。仮にバグが見つかっても対応ができたりとか、それはすごくきなんか未来的なゲームで俺はうまく使うと面白そうだなっていつも思うんですけど。じそうやってどん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 要素も足していけると。はい。よし、じゃあもうあれだ、iPhone のね、あの容量開けとかなきゃいけないですね。そんなに何ギガになる超対策に十八ギガとかかないる。十八ギガって半端ないですね。iPhone でアプルで。 <laughs> 聞いたことない数字が出るかもしれないですけどでもまあいろいろ増えていくとやりつつ楽しんでさらにそのあと追加要素でまた違う世界が見れたりもより楽しめると、はい、いいですねいいですねじゃあぜひぜひそちらの方もどん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 増えていくので皆さんそちらも楽しみにせずまずプレイしてみてくださいはい「ギャラクシーダンジョンは i p h o n e i p a d i p o d タッチ向けにアップストアにて配信中ですアンドロイド版の方もあるんですかはい月、えー、月から4月に配信を、はい、予定してますお どんどん広がっていきますね。ジョジョ本はそっちに使おうかな。<laughs> 専用機に。画面大きい方がね。ああ、そうですね。綺麗だもん、ね。女の子ね、大きい絵で見たいからね。折、うん、っていけね、変態っぽくなっちゃうとこだった。<laughs> <それ S 2> 最後に <laughs> スケージャンリスナーに向けてメッセージをお願いします。<laughs> はい、えー。ギャラクシーダンジョンプレイされている皆さんにはこれからもっともっと快適に面白くなりますのでご期待ください。でまだプレイされてない方はぜひぜひ遊んでみて感想をお聞かせいただきたいです。はい。 さあさあさあ本日はゲスト鈴木ひろきプロデューサーでした。そういえば僕も安本ひろきな今日二人ひろきがいましたね。そうですね。ひろきとひろきとえっ、ー、と読まなくていいからレベル99の女選手も俺の前ではいろんな意味でスライムだ。でおなじみの件が今日ここにいましたね <laughs>。おおおま,まあまあまあな。<laughs> 今日のゲストは鈴木ひろきプロデューサーでした。ありがとうございました。ありがとうございました。 女が俺の前に立つとみんなメダパニ状態になっちゃうんですよねなんでですかねあマ魔法カンタだギャ俺がメダパニになったでおなじみの本です <laughs> さあこちらのコーナーに行きましょう <laughs> いずれ <laughs> 毒スリー独断と偏見で俺のベストスリーを発表して何が悪い あつにねあの僕はあの女の子を見ただけでメダパにになるというね情けない三十五歳でございますけどそんなことないです。健さんはあの <laughs> ダーンってこう舞浜のステージとかでダーンって撮ったらギャースって女の子たちが全員メダパにに。

さささあああやっていきますよゲームアニメ漫画に関する自分なりのベスト3を紹介していくコーナーですけどもねもうちょいちょいちょい噛んでますけどもまあ久々でパンデミック久々でメールねたくさんね届いておりますよどんどん紹介していきましょう大丈夫ですかはいちょっと落ち着きましたかちょっとじゃあいきますねはいはいチャンネルのサーリスさんありがとうございます3 d s 版ドラッグ7で驚いたことベスト33位 キー,ファーがでかい <laughs> むしろ主人公が思ったより小さかったーキーファーでかセかいの段階でもちょっとね特殊なディフォルムなんですよね、うん、体のバランスがいわゆる二等身でもなければ何等身って言っていいんだろうってバランスだから、うん、キーファーはでかいっていうよりも若干顔がでかく見えるっていうね<ー> <laughs> かわいそうな子なんですけど、ねうん、キーファー悪いやつじゃないんですけどね、うん、そして2位平手打ちで <laughs> 爪や樽を破壊する。 ように見えるけど多分拳なんだけけでで多分なんどそれでもすすごいねまあドラケエといえばでもね壺破壊とかね樽、うん、破壊はありますからだ、うん、からまあ中からね小さなメダルも出てきますの、ね、で一生懸命みんな壊した方がいいですよ。そして1位アンチョビサンドを包み紙なしで手渡しで渡してくる母そうだね。<laughs> アンチョビなのにこれを船のところにいるお父さんのところに持ってってっつってまんま渡してくるからねそっと持っていかないねまんま渡されたらまんまパッて受け取ってまんまそのままお父さんに渡すっていうね家族だからこそできるこの素手のリレー愛情がねありますよねやっぱおにぎりもね手で結ぶでもお父さんあれ多分そこを食うんじゃなくて船の上で食うためにもらったんだと思うんですけどしばらくずっと持ってるんですよねずっと握ったまんま指示出したりしてゲームだからそうやっぱ。 すすごいですね、お父さんまあそんな話今ドラクエの話してましたけれども、うん、w u 版ドラクエ10が発売日が3月30日に決まったという,うわーいまあ放送の都合でねここまでこの番組でいじるのが遅れたのは、えー、もう一回言いますねさしてください <laughs> <laughs> えーでも w u でドラクエ10出るわけですけどやっとっすよ遅いほんともっと早くもっと早くしかった <laughs> でも斎藤洋介さんがこの間来た時頑張ってるって言ってたから許す、うん <laughs> あゲームパッドでやっとできるうん逆にあの「テレビどうしよう」みたいなねベッドサイドにでも置こうかなおさあ次のメールいきましょうかチャンネゆゆかかいさんありがとうございます掃除をしていて困ったことベスト33位ゲーム機やテレビの配線がごちゃごちゃでほこりがたまるあまさに今オレンジそう2位全巻揃っていたはずの漫画が何冊か足りない大丈夫ですかののの巻ああるなた家ワワンンピピーーススは大丈夫ですか <laughs> そして1位ゲームソフトや DVD などを揃えていたがケースの中が空っぽなことが多い中身はどこへあ<ー>違うやつ入れちゃう,う違うやつが入って違うやつの連鎖で分かんなくなっちゃう時はあるねありますありますそれ10枚ぐらいなんか結局整理するはめになっちゃったり、うん、そうだ,だから簡単なこと言うとあのだらしなく生きてはちゃいかんだとドキッでもね配線ってほんとになんかこ,ここりとかたまった、うん、俺よくちょいちょい俺2年大体俺更新ごとに引っ越しをしてる人間なんだけど、うん 毎回その配線が苦労するから今配線をなんかしまうケースみたいなのがあ、ありますね、収納ケースねあれはねど、導入してみたんですよどう,すかどうですか、どうですかあれはね、良い、うん、お、あれは良い,いお、二度言った あれは、よい。ケンデミック。困ったらケンデミック、パーンってながらやめようぜ、もう。<laughs> でも経験あるよね。あるある、すごいわかりますね。漫画何,何冊か足りないよね、本当にね、なんでなんでしょうね。俺足りないというか、ふ、同じの二個あるみたいな。ダめちゃんのあれもある。<laughs> あ、だめ、これ買ってた、わってのある。表紙見覚えない記憶があったけど。<laughs> そう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 、足も,、ね、もたーって買って読んで思ってしまうっていうね。 っ後輩にあげたりして困らせたりしてるね俺これだけすけどね8巻だけあってもみんな全部買っちゃいましたよみたいなことになっちゃう8巻読んでもあかんですとかなるからねあかんですぜひね皆さんこち亀の79巻あたりを急に人にあげてみるといいんじゃないですか何かあるのかそこにそしてじゃあもう一個いきますチャンネルふなさんありがとうございますったことベストい三位 片思いの子に彼ができたという情報を聞いた10分後には気持ちを切り替えて漫画を読んでいたすすげえな,げえな <laughs> 2ネットを見ながらドラクエのレベルを上げしつつおにぎりを食べた、うん、ネットを見ながらドラクエのレベルを上げつつおにぎりを食べたまあよくあるなあるんだ <laughs> <laughs> そして12学期の期末テストの前日も深夜までゲームにもかかわらず平均点をゲットおすごいう<わ>やる でもね1位はね気分転換とか言ってねちょいちょいゲームやっちゃうのは俺もあったね気分転換の長いんだよね <laughs> そうですねなんかやらなきゃいけないことを考えちゃうと、うん、うついつい掃除しちゃうみたいなそうそうそう,そうあ,<ー>ありますよね,すねうん、なんでだろうね確かに掃除するよねしますねテスト前日とかしたしたそしてネットを見ながらドラクエのレベル上げをしつつおにぎりを食べたっていうのが載ってますが、はい、僕最近結構前か 自課長の次長課長の井上さんとお話しする機会があってお話をした時ドラクエの話をしたんだけど手で 3DS のモンハンをしながら足でドラクエのレベル上げしてるんですよ。って言ってた俺もゲーム結構好きなんですよっていうテンションで話しかけたことは無理無理と思って俺無理無理運上日とかいた足っていう発想は俺にはなかったね足 片手でやるとかはねいきますねレベリングぐらいだったりできるけど足ですよ足はねなかなかエレクトンかみたいなことですやりながらドラクエのレベリングってもう何か神がかってるよねしかもモハンね結構シビアなのにねアクションながらやっぱあそこまでやんなきゃまだまだダメなんだなとすごいな反省しましたよ反省することでもないと思うけど俺なんてまだまだだと思って <laughs> じゃあ次行きましょうかチャンネルロッキーマウスさん「この世に存在しない女性ベスト3」<お>「3位朝を起こしに来てくれる妹」「2>, <laughs> 2位小中高とずっと一緒のツンデレ幼なじみ」「先ほどの鈴木さんもツンデレが好き」とおっしゃってますからね。<ー> 1> 第1位学校一の美人保険教師。 どうですか業界一のハンサム声優の健さんは学校一の美人保険教師いましたか <laughs> 小学校の頃はねでもねあのお姉さんでしたけど、うん、でもあの全然なんていうんですか僕まだ全然心が成長してなかったんで、うん、そんな気はさらさら思ってなかったですただの女の人って感じでした。えでか、えー がかく生きてたがかく生きてましたね、まああもう企画もんでしか見たことないよそういうの <laughs> こらこらどうな企画だってああ深くは掘り下げませんけど <laughs> 西野学校で美人の保健教師いたいやなんだろうえーでも女の人でしたけど、うん、でもお姉ちゃんの方が美人なん,なんかお母さんな感じの なんだろう。お姉ちゃんの方がお姉ちゃんの方がビジネス。でもよく漫画とかドラマにあるようなそういう性格のあの保険医はなかなかいないですよね先生もね。うちは中高は男子校だったので言わずもがなです。さあ、そうか。先生も女子いない。保険先生ね一人ね女性でも途中で変わっちゃったのかな。見たけどね。愛情を込めておばちゃんって呼んでた。 ああいいっすね。って言われたああほんとお母さんみたいなねおばちゃんなんですね。あまたあんた怪我してみたいなああでもおばちゃんサボらしてくれなかったちなみに朝起こしに来てくれる妹って書いてあっけどお姉ちゃんはよく起こしてます今も今もこっちに来てあれですよ実家帰ってるとかとかお姉ちゃんお寝坊さんなんでねそうですそうです。 お姉ちゃんとかバーって言って姉ちゃん、姉ちゃん、起きって起きって <laughs> そしたらどうすどうなの<あ>お姉ちゃんあ、ちょぼ、あ、ちょぼ嘘、嘘だろ本当です、本当です <laughs> いい大人二人で何やってんの <laughs> それに対してお姉ちゃんはなんて言うんで寝,寝て無ニゃ無にゃって出てるお姉ちゃんはやめなお、もうちょっと寝かせてよ。って言います嘘だろ <laughs> 本当です、本当です、本当です <laughs> 横で犬がこう、ははははペロペロ、姉ちゃんペロペロみたいな ああちょっとなんか変な感じね。はいということでね、あの読書久しぶりにやりましたけどまだまだメールお待ちしておりますよ。皆様ぜひ。リクンちゃんと怒ったがいいよね。よろしくお願いいたします。受付メールアドレスは s やんダーバ chan のアットマーク onsen ドット英字 s やんダーバチャンアットマーク onsen ドット英字です。この後はちょっと謎のね今発言して周りをドッピキさせたミアスカの顔なんです。スウェーデンイニックスチャンネル。 続いてはこちらのコーナー。西明日香の明日はどっちだ振り出し中の若手声優西明日香が人として成長するためにさまざまな苦難を乗り越えていくという生の。アルペーベジ。アーベジドン。というと、急にあの、ね、あの。 コロボデューティーみたいになりますけれども、さあ二勝負デューティーさん。はい。二勝負デューティー。二勝負ジョイトーだ。ジョイトイではない。ジョイトーではない。何でもいいです。何でもいいからちょっと。な何フルエンザ？えっとケンフルエンザ。ケンデミック。ケンデミック。パン。違う違う。そんなゲームない。そう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 。リスさんが今いますが、伊藤健さんとのセッションを経てさらに楽器推しですと。はい。 まあ楽器が一番、ね、安安安心心でできるわけですよ安心安定のも物を描かせても感情ミスり <laughs> <laughs> 何をやらせても何かしらのポカがある中で <laughs>、うん、楽器に関しては西さんは本当にちゃんとやれたりとかね。ということでまあ楽器をしては仕方ないかなと思うんですが <laughs> うん、うん、今回のそんな西さへのミッションは西、はい、のコーナーや「 番組本編でも使えるようなジングルの音を作ってくるというものですこれなかなかの無茶ぶりですよ作曲ですからねそうですね短いとは難しいですからね短い曲を作るってキャッチなメロディを作るっていうのはね前回勢いで決めてしまったので今回が完成でなくても大丈夫と僕はまあ全然いいですまずはプロトタイプを聞かせてほしいわけなんですけれどもどうでしたかそうですねあのまあまあまあいろいろ前回から考えて考えて考え抜いて 思い立ちまった思い立った方そしてあのえっと続けて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 えっとあのジングルのですね楽譜を自分で書いてはいねありがとうございますでそしてあのまず一本だけじゃ寂しいなと思ってメロディ一本だけじゃなのであのパートを 四つ作る。四つも？はい、すごいね。すごいじゃない？そう、四つ作って、うん、で、あのー、本番前、今この収録の本番前に各パートを、うん、あのー、さっきディレクターさんと一緒に収録してこう重ねたんですね。 あじゃあ4人のえじゃあミックスしたってことミックスしましたほぉーあの人ねラジオのディレクターだからそういうことしないんだよそんな技術はないって今トークワークで来たよ無理させたんだねそうすごく無理させてしまって後で甘いものでもあげよういやでもねすごい西さんが四人いるってことですよね同時に吹いてるってことだよね4つの西が西が4つ八じゃねえんだねんあ

で、とりあえず先に一個一個弾いてもらいたいなと思ってなるほどなので、最初は何台最初がですね、西お得意のフルートでメロディーを弾きたいと思いますはいはいあー、ぽいねこれが、あのー、なんですか土台っていうか、基本で二つ目が あのー、ボイスパーかし…ボイパ入れた <laughs> ボイパ入れましたまあ我々、まあ、もね、若干無茶ぶりですこの間も言いましたからね、はい、ボイパはねすごっまあやったやったんです、やってみたんですねやりましたとりあえずまず聴いてみましょうよい、ね、はい,い、うん、お願いしますちょっと待って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 、止めて止めてね、何これ<ん>ちょっと待ってボイパです <laughs>

ズン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 いいんですよ。わいやわいやしょうがないこわかったわかった。お前のボイパックは西ボイパックこういう感じね。ズンズンだで三つ目がまああの西おなじみのトランペット。おお前やめろよトランペットでお前一見ダメどうせなんかまいやいやでも結構土下座あれだろお前でもいやお前笑い欲しいからここでちょっと入れちゃったんだろうまいや今回 ちょっとちゃんと何回も練習して本当にパーンと綺麗にじゃあ聞いてみるよ経験豊富になってきましたからねお願いしますじあいやちょっと一応聞く先に聞く最初のなんかブルってなったのは狙いいやすすじゃあダメじゃんえ狙い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 だったらでもああいうのでわざと狙うちょっと外してトランペット入れるってのも正直あったりはするからね ほうほう論として。味がね、出るっていうね。ちょっとキャッチーな。キャッチー。なんだ、覚えたての言葉使うみたいな感じで、まあ、下手くそな使い方を積んでキャッチーをよ。キューティーで。あ、でも、あ、きしかあってねえじゃん。さっきのフルートと同じラインだね。同じラインで。ちょっと簡、簡略化した。あの、ちょっと厚みを出そうかなと。ユニゾンしました。あ、あともう一つ。あともう一ライン。一番最後が。ボーカルです。お。はい。 これはあのまあちょっと説明させていただくと、うん、西のコーナーだけじゃなくうん、うん、あの他のコーナーでも使えるようにちゃんとすくえにちゃんの名前がなるほど<ー>まあまあまあ、ねまあ、とりあえず聞いてみると<し>始めましょう、はいはい、お願いします「すくえにちゃんどうですか

親密書の本をお待ちしてメールアエンスは n は c h a の「@MarkONSU」違うよこれはもうまず君が個人で作ってあの形としては一見ねちゃんと整理してるように見えるじゃないですかまず自分の声とボイスーバー歌なぜボイパーがボイパーになってないからズンズンズンという言葉とすっくえにちゃんがぶつかってますだから何言ってるかわからないという現象が起きています

痛い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 痛面白い顔なってるえぇボーカルとフルートトランペットの2個目の音がちょっとぶつかってたかもしれないななんでその専門的な感じで見るんですかぶつてないかもしれないですけどでトランペットとフルートのユニゾンは正直いいですよズンズンズンが邪魔ですズンズンが邪魔もしかしたらズンズンズンを撮っただけでだいぶスッキリすかもしれないああ。 じゃズンズンのちゃ違うボイパで入れれば入れ直せばいいんですか。もうちょっと声じゃなない感じの。まあでもそのチャンスも訪れない。なんでない。えもう四つぐらい考えてきたんですよ。お疲れ様ですと。ジャン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 クン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 熟えにちゃんヘイ。ヘイはまあそうですね。あとはあとは。スクエニちゃんヘイ。やっぱりヘイはまずまずで。クエニちゃん。 今今は足したな今は足したなお前はどこまでも笑いどうもお笑いモンスターやったから欲しがるねほんと何としてでも採用されたくってでもその中で一番自信があったのが今なのねそうなんですちょっとまたこの楽譜はいい感じでしょうんとね ズン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 って書いてあるとふん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 って書いてあるのは何なのふん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 スクエニちゃんヘイですそのふんふんあこれが一個一個全部楽譜スクワットことかそうですそうですちゃんと今のレレミーファーソのこれを採用したのね。 そそうですそうですですすフフルーートの方はレドレドァスなるほどねトランペットはちょっと簡略化してるってことね、はい、だからあのユニゾンのようでユニゾンじゃなくてユニゾンになるからここでもちゃっとしたわけですよ<ー>頭でそのもちゃっとしたところになおかでズンがあるからズン <laughs> づクエにちゃんになっちゃってそうスクエにちゃんよりも先にズンきちゃってるから一個ズン って問題じゃないねこれね<え> <laughs> もっとこれ根深いよこの問題はずんくえにちゃんってことか、うん、<ー>どうするこれは妊娠のコーナーだけだったら使ってもいいですけどこのままあの集滞を晒すのかそれとももうちょっとブラッシュアップするのかブラッシュアップするのかブラッシュアップブラッシュアップする今言わされた感じでしたけど。<laughs> やめるこの企画やめる企画やいやりますやりたいやりたいこれはジングルでいいですかそれとも曲にしますかどっちがいいですかまあ一応僕が今回はどっちかあのニチに試したっていうよりはどっちかさあのディレクターの小林さんが果たしてこれミックスができるのかっていうのが重要で小林さんできることは分かったんでニチ同くはまだちょ実は今日見てなかったの今回のテストはどっちかさあの小林さんを見てたのねそうだったんだディレクターを見てたのそうだったんだ小林さんできたらってちゃんとクリップあのクリック音も入れてたのでちょっとニチがあの温度取りやすい だってだって。でも私これがもし重ねられなかったら、まああのお二人に協力してもらおうと思ってたんですよ。本当かやだね。ヤノさんにズンズンって言ってもらって。三文字三文字三文字で片付く。いやだ。なんで。ダメだ。どう引いて。形つくこいつ。でもまあできましたよ。とりあえずできるかはわかりましたけど、これおじゃあまあでもちゃんと形にはなってたっちゃなってた。本当はぶつかってるところがあったけど。ぎり。 まあ、ギリとか自分で言うな <laughs> 悔しいけどギリだよねじゃあこれをもうちょっと作り直しますか次回までにはいあのズンズンとかそういうのをちゃんともっと <laughs> ブンブンみたいな <laughs> <laughs> 面白さを追求しないで、<laughs> クオリティを追求していただきたいんだが。あ、じゃあそ、そだって、正直、今さ、面白さ、今日言ったでしょ。面白い方、ちょっと走っちゃったでしょ。正直。言うてみ。正直。あ、どうしたらみんなが笑顔になるかな。<laughs> お前、言い方変えただけじゃねえか <laughs> ちょっと素敵な感じにしただけじゃねえか。<laughs> ちょっと売るっとしちゃったじゃねえか。<笑><笑> ふざけやがって、そういうとこばっかこいつ上手くろうん度やだやだもう。まあ、ずん、ずんをね、あの変えた音でやった。りマリンとか持ってきてもいいよ。あ、いいんですか。あ、打楽器使う。ないんですけど。買ってこいよ。え、じゃあ。マリン。マリン。五百円ぐらいで行けっかなじゃあ、次回はそれでいきますわ。はい。今週は日本撮りじゃないんで、本当、ね、ガチンコ一週間時間ありますんで。はい。じゃあ、そこで、じゃ。 やってくる方向ではいでもそれ以降のことがまだ何も決まっていないので、えー、皆様からのミッションをお待ちしております、はい、メールアドレスは s e アンダーバーバ c h a n マーク o n s e n a g s e アンダーバーバマーク n o n s e n a g ですえー、っと今回のジングルに対しての感想もお待ちしております強気だな<笑><笑>おありがとうございましたへい ニネル。ここでスクエア・エニックスからのお知らせですまずはゲーム情報です PS3 用ソフトキングダムハーツ HD1.5 リミックスが予約受付中です キングダムハーツファイナルミックスとキングダムハーツリ・チェーンオブ・メモリーズの HD 版さらに2009年に Nintendo DS で発売されたキングダムハーツ 358Days Over 2のストーリーがお楽しみいただける映像作品を収録しています詳しくは公式サイトをご覧ください 続いては出版情報です。任天堂 t e ー 3DS 用ソフトドラゴンクエスト7エデンの戦士たち公式ガイドブックが来週3月7日に発売です。ゲーム内で使えるオリジナルアイテム僧侶の証が手に入る特別な石版のプレゼントコードがついてきます。さらに、スクエアエニックスイーストアにてご購入いただいた方にはこちらもオリジナルアイテム静寂の玉が手に入る特別な石版のプレゼントコードがついてきます。ぜひチェックしてみてください。 続いてはアニメ情報です。テレビアニメ、キューティクル探偵稲葉。俺の彼女と幼馴染みが修羅場すぎる、絶縁のテンペスト、ロボティクスノーツが大人気放送中です。詳しくはアニメ公式ホームページにてご確認ください。以上、スクエニちゃんからのお知らせちゃんでした。 はい、安本浩樹がお送りしてまいりました「スクーニクチャンネルスクーニチ」は73回目の愛人もそろそろエンディングでございますはーい、えー、本日のスーチクリーナーは最初にも言いましたが、うん、えーっとソーラーの千歳さんに差し上げますおめでとうございますありがとうございます女性の皆さん女性の皆さん流行り病には気をつけてくださいね流行り病には気をつけてくださいね特に特にケンフルエンザ恋型には ケンンフルエザ恋型にはでおなじみのケンさんでしたでおなじみの俺でしたこらーいいくつか今日コーナーで読みましたがそちらの方々には読者や漫画を読む時にあると便利なあれを差し上げますあれあれだよみんなケンフルエンザには気をつけてね気をつけてくれたまえよそんなケンフルインザネーんケンフルインザ姉さんケンフルインザネーんーケンフルインザネーサーケンフルイ 私はどっちなのこれケンフレンザ姉さんじゃあケンフレンザ姉さんだ、ね、<こ>ケンフレンザ姉さんあなたほんとね <laughs> あのインフルエンザに気をつけなさいよあなたたちほんとにうがい、手洗いうがいよそうだ、ね、手洗いうがいだからねあなたたちいい ちゃんとしてそうで番組ではね皆さんからのメールお待ちしてるわよ受付メールアドレス「s あんだば」「chan」「a t m a o n s e n a g s あんだば」「t a atmarkonsen.ag」をすぐ送りなさい今すぐいケンスロイズ姉さんが出てきたところですが <laughs>、はい、けケンんロイズ姉さん帰ってきてもらいたいところなんですけどいなくなっちゃったんですかね <laughs> パーティーに女性は加えないんですよ <laughs> 俺が魔王になっちゃうからって書いてあるんですよ <laughs> これいいですね。こういうケンさんのこういうあの。 名乗りも皆さん募集してますのでどんどん送ってくださいね,、うん、ね検査はねかかいいから大丈夫ですか、ね、でち,ゃちゃんとした検査そろそろ書いてくださいああもう急にいきなりなんか剥がいじめにされ後ろた<笑><笑>急に今ね剥がいじめされて後ろ連れてかれちゃったんですけんさんお兄さんの顔が赤いしもねケンフルインザネーサ <laughs>、まあ <laughs> ね、ーって俺何を言いたかったんだろうね <laughs> <laughs> カムにも程がある よな <laughs> ひどい。いやーね。グリーンさん、さんでもちょっとスキニー取いやー新たなパーティーが加わったとこでね。面白かったです。来ましたけど、<laughs> <は>楽しい放送も今回今回はここまで。はいはい次回の配信は3月7日ね。あこちらメール久しぶりにたまにたまったメールいっぱい読むと。ありがとうございます。メールスペシャルでございます。はいはいゲストはなんとですね。う, <ん S 1> もうアシュラガールでおなじみですが、元アシスタントの池田由子さんです。お台本にも書いておりますが、僕もこう思います。なぜだ。な<っ>。<laughs> 唾液は僕まあツイッターではちょいちょい絡んでるんですけど相変わらずです相変わらずあのぶっ飛んでます<ー>でそう「ミス・フラッシュ2013」の、うん、なんかグランプリとかなんとかミス・フラッシュを取ったんですってすご,いおすごいタイトルホールダーでやったんだタイツ<ほ>でもなんか「ミス・フラッシュ」で他の子たちが素敵な特技を披露してる中であいつは壇上で虫を食ってた <laughs> 虫え <laughs> 虫,虫だ <laughs> なんかやっぱ個性やっぱ個性大事なんだね今ね。やっぱみんないろいろなんかに似通ったことになってはつまんないからと。ああ。やつなりに生み出した個性が虫を食う。あとビールをみんなの前で語る。そう言って、なかなか修羅の道を歩んでるここですけど。その久しぶりに来るぞ。なるほど。どう、み、水降らしたか水着で来るのかな。どうすんだろう。寒いよ。で、今今のうちネタ振りしてみよう。水着で来るのかな。水着で。お願いします。 やったそうでうちにはあのあれだからなあの… <laughs> ミス救ーに来た2013の,あのケンフルインザデーサーいるからな <laughs> 負けねえぞ、まあ、負けないわよちょっとあんた <laughs> 対決がうちにもポトジェリックいるからな <laughs> ケンフルインザデーサー勝負だよ <laughs> 覚悟しておきなさい <laughs> <laughs> そんなわけで <laughs> 本日はここまでここまでのお相手は <laughs> 相棒ちゃん兼んお手伝いちゃん西明すことパーソナリティちゃんは安本秀樹でしたそれでは皆さん次回の「スクエちゃん」までこの番組はスクエニックスの提供でお送りしました